まあそれにしてもですね、本当なんかあの大阪、市議会ですか、まあ、昨日までですね、今日、橋本市長に対する問責決議案というのがですね、これ自民、民主、共産、で、公明もですね、なんかこう、みんなで、共同提出するということになってたのがですね、まあ、今日になって一転、今朝ですね、大阪府の知事でもある維新の松井、一郎でしたっけ、あいつがですね、なんか、もし、大阪市議会で、問責決議案がですね、可決されたら、その、橋本市長は辞職してですね、出直し市長選をすると、いうことをね、ぽっと言ったんですよね、今朝ね。これが、まあ僕はどうなんのかなと思ってたら、まあ案の定ですね、まあ、あの公明党が土壇場で、裏切ったというかですね、土壇場で、問責決議案を否決に、回って、たった今ですね、否決されたと。まあ本当にね、なんかもう公明党ってあかんなと。何考えとんねんと思いますね。だからやっぱその橋本さんの、従軍慰安婦の発言ね。まあ、これがですね、やっぱりその、まあ、大阪弁護士会でさえですね、これは人権侵害の発言だと、まあ、言っててね、これはいろいろ慰安婦に対してもそうですし、まあ、女性蔑視、まあ、特に風俗活用発言なんかね、もうそういうの、もう本当にその、人権侵害と言っていいようなことを言ってるわけで、それに対して公明党っていうのはですね、これは言葉遣いの問題だから、それをちょっと直してほしいみたいなことを言って、問責決議案に最初乗る気じゃなかったんですけども、まあ、昨日の晩ぐらいになって、やっぱり乗ろうかみたいになったと思ったら今日になって、やっぱりやめたみたいなね。猛省を促すと、言葉遣いに対してみたいなね。なんかそういう本当に、もっと何考えてるのかなと思いますね。やっぱ公明党創価学会というのは、やっぱその、大阪では特にね、在日の人が多くてですね、在日韓国人の2世、3世とかね、もう多くいるだろうと、僕は思うんですけども、もうそれでもですね、こういうことに、してしまう、大阪の公明党市議団というのはね、僕は何考えてるのかなとは思いますね。本当にこう、大阪市っていうのがやっぱ恥ですよね。まあこういうその人権侵害発言をしてる、市長でありですね。また飛田新地っていうね、もうはっきり国際的には人身売買と言われてその売春が行われてるですね。まあそこの顧問弁護士であったと、かつて橋本さんっていうのはね。そういう市長をですね、なんか出直し市長選が怖いから、やっぱり、続けてくださいみたいなね。アホかと思いますね、公明党創価学会ね。僕は、まあ、創価学会の人がね、まあ、この件についてどう思ってんのかなと。特に創価学会婦人部はね、本当にその、選挙のためにですね、橋本さんに続けてもらった方がいいとかって、学会の人も思ってるんだったら、僕は本当にそれは最低ですよと。っていうのは僕は言いたいと思いますね。だから本当、だからこれでその大阪市の公明党はですね、これで否決されたから、これで終わりかってそうではなくて、やっぱり公明党がですね、今回橋本さんを否決した、その理由っていうのをですね、やっぱりちゃんと述べなければなりませんよね。これだけのその発言をですね、撤回もしない、謝罪もしない、アメリカだけに謝罪しましたみたいなだけでね、いや、そんな中で、その公明党もですね、この橋本さんの維新の会に同調したと、いうことに対してですね、やっぱりそこはね、きっちり説明責任がいりますよと。このまま終わりじゃないですよっていうのは、やっぱり、言っときたいというかですね、やっぱその、市議会としての良識ね、議員一人一人の、その良識っていうのが問われますよと。っていうことですよね。
まあまあ僕はでも、本当なんか昨日、まあ公明党がね、まあ問責決議案に、まあ賛成したのも、まあ、通っても、あんまり意味ないと、高をくぐっててね、その、まさか出直し調整の話まで出るとは思わなかったというのが真相だと思うんですけども、でも問責決議案というのはですね、それは辞職する可能性も十分ある決議案なんだから、それもわからんかったんかいと、公明党市議団の皆さんはね、どんだけ素人やねんと、僕はそれぐらい思いましたけどね。まあまあ、本当に、まあ今日なんかすごくね、やっぱその、まあ反響がね、僕の、ツイッターでの、ツイートもですね、ものすごく反響が多くて、まあありがとうございましたということで、まあそれはいいんですけども、まあ本当にね、まあ飽きませんね。まあまあ今回その公明党にね、まあ腹立ってる人っていうのも、まあたくさん、いてるみたいでね、ゴーゴートリトンさん、公明党には本当に腹が立ちますよねってね、まあそういう思ってる人ね、たくさんいると思うんでね、まあだからこれは参院選にも響きますよと、公明党さんもね、維新の会もね、だから本当なんかそういうなんていうんですか、こうなんか政治のテクニックばっかり、常に勝ち馬に乗っとけみたいな姿勢がですね、やっぱり選挙にも、だんだん出てきますよと、ただでさえ選挙前に学会の人から電話か急にかかってきて、公明党に入れてねみたいなことで腹立ってる、有権者の人たちはたくさんいるんだぞと、まあ、いうことをね分かっとけよと、いや僕はそれぐらい言いたいんですけども、まあまあ、まあ、そんな感じでしょうかということで。ポポンポプグニャン。